こんにちは、みほとけいです。私は今ニコニコ超会議2018に来ています。なぜかというと、これお坊さんが作っている超テクノ法要っていう大きいステージで EDM とお経をミックスさせてプロジェクションマッピングでピカピカブッとピカピカさせるすごいやつがあるんですけど、そのすごいのがニコニコ超会議に呼ばれて出展しているんです。方言っていう自社フェスがタッグを組んで最強に大きな規模でお祭りをやってるんですね。それのけさコレクションというお坊さんによるけさのファッションショーを司会させていただくことになったんです。いやー本当にありがたい。めちゃくちゃいい天気の中で2日間お仕事できていること本当に嬉しく思います。どんな感じでニコニコ超会議を楽しんでいるか潜入レポートしたいと思います。それでは早速行ってみよう。今日一日ずっとお手伝いしてくれるゴミさんです。あ、よろしくお願いします。2日目大変でしたね。いやでもお疲れ様です。ずっと MC してもらって大変だと思います。すごい軽快なトーク。敏腕のマネージャーよりも敏腕のスタッフさんです。次はマネージャーの座を狙います。お願いします。ゴミさんです。はい、今日1本目のお願いいたします。この高原のマスターでございます。あ、ポイントとしてはですね、この、まあ、柄があるんですけども、これが天台宗の門になっておりまして、真言宗、浄土真宗さんも門を入っているんですか？あの下がり富士という門でして、この門が入ってる衣っていうのを正式扱いすることが多いですね。セミマルさんのはどう？まあ普通ね、はい、門見てわかるもんでもないし、はい、うちは今これには門が入ってませんけれども、水の萌えに御三の霧が、基本的にはうちら高野山真言宗。お坊さんたちが用意してくれた袈裟は普段お経を唱えるために着るんですね。それをお経は唱えないけれども、この袈裟コレクションで皆さんにお見せしたいっていうので選んできてくれたものが多かったです。もちろん宗派によって色柄もデザイン、まあ、デザインは大まかなベースは一緒なはずなんですけども、超派手でカラフルなものからめちゃくちゃシンプル真っ黒っていうものまでいろいろありました。で、中をめくると実はこれが隠されていてとか、私が修行するときに来たんでこれをぜひ皆さんに見てもらいたかったんですとか、もう1個選ぶだけでも皆さんが伝えたいことが山ほど出てくるんですね。で、40分間トークするショーだったんですけども、40分間を立ち止まって見てくれた人が山ほどいまして、本当に嬉しいなと思いました。結論、今朝はおしゃれ。今朝ももちろん仏教としての長い歴史があるからこそあのデザインがあるんですね。すごい歴史が今も生きてるんだなっていうのが伝わるすごい良い機会でした。もう語彙力なくてごめん。ここに届くこの6時の秒後、一切衆生救えよ。ナモナモ阿弥陀阿弥陀。高原代表ともみつさんで、高原とテクノ法要がこう合わさった運営2日間お疲れ様です。お疲れ様です。2日間決算コレクション司会お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？こう感想をちょっと教えてください。なんだろう、やっぱ高原ってお寺と神社でやってると、やっぱりそのお坊さんが特別な存在として扱われるし、あ、お坊様だみたいな感じのテンションなんですけど、ここだとやっぱり別にコスプレイヤーの人もいるし、いろんな人がいろんな気持ちで参加してて、もちろんリスペクトはしてもらえるんですけど、変に上に置かれないというか、すごく同じ目線でやれたりとか、なんかそこのみんなのそうリスペクトも尊重もするし、すごいねって敬意は払うけど、でも人間同士だよねっていう部分の、なんかそこのコミュニケーションの乗り方がすごく上手だなと思って、すごくやりやすさを、ついみんな尊重してお坊様って言って思ってもらってると、何でもかんでも何言ってもああありがたいみたいに思われるんだけど、ちゃんとみんなが聞いてそれをそう自分の中で消化してイエスノーしてくれたりとかしてくれるんで、その辺すごくいいなと思って。おばあちゃんの世代の人からもう JK もいればもっとコスプレしてるなんか何歳かもわかんないようなすごいキャラクターもいればで、いろんな中にお坊さんがナチュラルに混じってるのが違和感なくてすごいいいなって思いました。なんか逆に参加してみて他のお坊さんと絡んでみたりとか、はい、どうでした？いや皆さんの普段に
話してる時はめちゃくちゃフランクに優しいんですけど、やっぱ一歩その今朝の話をきっかけに歴史の話とかするとすごい熱意を持ってるんで、そういうところも知れて学んできたものがあって、うん、仏教っていうものを大事に尊重してる人たちなんだなっていうのを改めて知れて、なんか尊い職業だなと思いました。だからそういうのも大事にしていくのが日本って大事だろうなって思ったし、うんうんうん、それを話を聞いてるみんながうーんっていうなんか変な一体感みたいなのがいいなと思いました。多分なんかそう思って仏がやってることと、はい、そう思われながらお坊さんも真面目にやってるっていうのが多分お互いそれは見てる方にすごい伝わると思うんで、うん、だからそう普通のなんか何も仏教わかりませんって司会の子じゃなくて、はい、仏にそう、はい、やってもらえてよかったなと思うし、嬉しい。なんかそこはそう、はい、優しく見仏だからできたブースだなと思うんで、はい、ありがとうございます。こちらこそです。今ちょっとね今朝を脱いで T シャツが肌の下にしか見えないけどもそうお会いしていきます。さあ、ご視聴の皆さんありがとうございました。高原代表ともみつさんからのお言葉でした。高原の本番があるのでぜひ概要欄から飛んでいってください。以上、超テクノ法要×高原 in ニコニコ超会議2018潜入レポートでした。ではこれにてナムー。